はあ、韓国なんですね、これからね、はい、もう終わったんですね、アメリカの話はね、はい、憲法の話をしたいなと韓国のですけど、ね、韓国のこの方です、ね、この方のこれ何どうなっちゃうの、娘さんは、ね、本当に指名手配されるほどのなんか容疑者としてなら分かるんですけど、そうなんですよ、ね、指名手配ってちょっと感覚的に理解できないんですけど、どういうことですか、世界中理解できないですよ、ですよね、人権はへったくれもない感じになってきてますよね、もうあの池に落ちた犬の頭は徹底的に叩けっていう文化、そうそうそう、それはお国柄なんですか、それとも常識で、うん、お国柄なんですか、お国柄って言いたくないけど、うん、あの僕は韓国知り合い多いですけど、やっぱこういう感じですよね、うわ、まあ、過去大統領がみんな不幸ですからね、まあ辞めた後ですから、今回はもう現職だっていうね、また全然問題が、慰安婦問題、あれはどうなんですか、お金を出して、いやこれはだから本当に弾劾裁判の行方と、それからその誰が次の大統領になるかによりますけど、少なくとも今3人有力な候補と言われている中で野党系の2人が勝った場合はこれは間違いなく保護にされるでしょう、今ご覧いただいているんですが、野党系の2人というのは、ムン・ジェインさんと、イ・ジェミンさんでよろしいですかね、ムン・ジェインさんは前回出た、パン・ギムさんとは国連事務総長、そうなんですね、あの国連事務総長のパン・ギムさんになっても日韓合意は保護にされます、うん、もともと日韓合意反対ですから、うん、こうなることは日を見れる明らかに保護にされるってことは白紙、白紙ですか、お金も返ってこないんですよ、いや10億円日本出したわけですよね、帰ってこない、帰ってこないわけですよ、だから絶対にこの3人は反日をスローガンにして選挙するのは間違いないことじゃないですか、うん、それで日韓合意を継続って言うわけがないと思うんですよ、一番左に映ってたムジェインさんはですね、世論調査で人気1位ということなんですね、で竹島に上陸した対日強硬派ということです、うん、そして一番、画面右ですね、人気急上昇の台風の目と言われるイ・ジェミョンさんも韓国のトランプと言われるやはり対日強硬派ということです、ね、イさんという方は日本は適正国家だとおっしゃってますからね、うん、もういいんじゃないですか、だから、まあまあ、そう言うならそうしてください、そういうわけにもいかない、そういうわけにもいかない、そういう国がないじゃないですか、隣の国なんですよ、国がトップになるから決まっちゃう、いやいや僕は言ってますよ、基本的な一旦突き放した方がいいって、基本的な話なんだけど、あ、まあ、話して基本的な疑問なんだけど、なんで韓国と日本ってのはうまくいかないの、その辺をいろんな理由あると思いますけど、ね、その辺をはっきりしていかないと僕らの次の世代の若い日本人の方たちはなかなか分かりにくい、私あの韓国の高校生かなが使っている歴史の教科書を読んだんですよね、で日本 の高校生が使う教科書を比べてみると明らかに韓国の高校生が使う教科書っていうの方が日本に関するあのウェイトを占めてるんですよね、3分の2ぐらいはもう日本とのことぐらい日本との歴史、しかもそのそれは反に基づいた恨みの歴史がわーって綴ってあるのに対して日本の教科書というのは韓国のことって本当に数行しか書かれてないんですよ、まずこのギャップは大きいんじゃないかっていうことを韓国の同じような年代の子に指摘したことがあったらその通りだとは言われましたけど、その辺の原因というのをはっきりしないと、あのですね、今あの吉木さんがおっしゃったことに直接関連して言うとね、あのその教科書を持ってあの韓国 その高校生どころか小学校からどこ行くかというとね、あのソウルのずっと南の方に独立記念館ってあるんですよ、うん、であのソウル市内っていうか国防省の前には戦争記念館があるんですけど、その日本がどうしたこうしたっていうのはその戦争記念館ほとんどなくて朝鮮戦争のことが中心で、独立記念館ちょっと遠いから日本人ほとんど行かないけど、僕はすごく若い時最初に行ってものすごいショックを受けたのは、ちょっとテレビで言いにくいんだけど、要するにその妊婦の腹を裂いたとかね、うそういうのはこう人間で、いや人形で表現されてて、あ、私もそれソデムプリズンですかね、はい、いや、うん、それで、そうね、老人形なんか使ったりするから、いや、それが、うん、きついよね、それがですね、僕は日本に帰ってたくさん調べたわけです、それで僕の家が武家だったこともあって、戦国時代にそんなことまでやったことはひょっとしたらあるのかなと思った、僕ら知らないじゃないですか、でもそれ実は朝鮮半島とその中国の一部で行われてたんですよ、でそれをその日本が悪いことしたってイメージを作るためにもそのままその自分たちの歴史にあったことが出てきててですね、でそこに小学校時代からずっと行ってて、あれ義務なんですよね、事実上の、そしたら日本に対してこうあの仲良く、例えば僕とあのサムゲタンとか食べて仲良く話してても、腹の底ではこいつは本当は妊婦の腹を裂く人だと思ってるっていうのがとことんまで話したり、あるいは酒飲んだりすると出てくるんですよ、っていうのはね、これ直さないと関係良くならない、ね、今おっしゃった治るものでしょうね、そういう事実があったかないかって問題もそうだけど、
どこにその原因があるのかっていうのはやっぱり我々は我々の責任において考えなきゃいけないと思うし、そう思います。京都に行ってミミズ科があるよと。何ですかミミズ科って。いや日本がその昔あるところに攻めていって日本は首を取る、で首を持ってくるっていうのが習わしだと。で首は重すぎるから証拠に耳をと、その耳でミミズ感ができるぐらいで、未だにそれが残ってて時々お祭りをやる。やっぱりそういうのも我々は事実を知らないといけないし考えないと、なかなかこれはやっぱりね冷静になって見なきゃいけなくて、うん、まあ、殴られた側は忘れないっていう言葉がありますけれども、うん、まあ、どちらが殴った殴られたの話以前に、まあ、実際に日本が占領してたことはこれは事実であるし、で実際にその後韓国にしても中国にしても中華人民共和国にしてもその後独立して、でしかもその中でやっぱりその国をまとめ上げていく中でやっぱり統治者としてやっぱりナショナリズムをやっぱり醸成しながら煽りながら国民を統治していったことはこれは歴史の事実としてあるわけですね。杉尾さんがおっしゃった通りで、そのスドムンプリズンっていうそのまあ独立のもともと日本がまあ牢屋として使ってた場所ですね。そこがまあそういったスドムンプリズンと言われていて、まさに老人形とかさっき青山さんがおっしゃったような置いてあるわけなんですけれども、でそこ全く美濃さんと同じように、なんで韓国ってここまで反日なんだろうと思ってそこを訪ねていったんですよね。そして初めてこう肌で理解できたのが、もうこの日本からの独立が韓国からのアイデンティティだっていうことがもう明確に書かれてるわけなんですよ。だから独立の記念日幸福説っていうの、光がもう回復した説っていうのはまさにそういうことです、うん、私韓国に住んでたんですけど小学生の時に、で当時はまだその60代ぐらいの人は日本語が普通に話せる、市場に行ってもこう売っている人と話おいくらですかって日本語が通じる、で私は日本語通じるよって喜んで親に言ってたら、あのね、これは日本が征服して武力でもって彼らの言葉を封じて日本語を覚えさせているんだから喜んでいいものではないっていうことを聞いて、うん、あーって、私ちょっと帰国省でいろんな国を転々としていたので自分の国の言葉を奪われて別の言葉を話すっていうのはすっごい苦痛なんですよ。でも元々ハングルって韓国人使ってなかったじゃないですか。まあ、ハングルは自分たちの統一のために作ったわけですけど、でもそのことを日本がやっているんだっていう意識がやっぱり日本の戦後っていうのは見てこなかった面があると思うんですよね。一体占領された側、植民地された側はどういう思いをするのか。いや、それを知るべきだと反論するわけじゃないんだけどね。ただし日本っていうのは、まあ、すごく一時期広げたわけですよ勢力をね。広げすぎて負けたんだけど、でその中に台湾があったりね、パラがあったり、その日本の支配下にあったところはたくさんあるんですよ。でもその中でそのこのような極端な少なくとも反日になっているのは韓国と中国しかなくて、うん、でじゃあその台湾の方々に対する日本軍の姿勢とその朝鮮民族に対する姿勢がそんなに違ったのかというと、少なくとも違ったっていう証拠は全くないんですよ。そうですよね。で、七尾さんがおっしゃったような、うん、すいません、七尾さんがおっしゃったような多分それは韓国の方の立場の見方の一つだと思うんですけれども、うん、私実際にパプアニューギニアに行ったんですよね。でパプアニューギニアも日本がまあ占領していて、その時に学校も韓国にも建ててましたけども、パプアニューギニアも建てたわけですよ。でパプアニューギニアのもう多分 何歳か自分でも分かってらっしゃらないおばあちゃんとパプアニューギニア語通訳をとして話してたら、突然雨雨ふれふれ母さんがじゃあのメドを使って歌われたんですよね。あまりにもびっくりして今まで全く通じなかったのに分かったんですよ。でどうしてって言ったら、それは日本人に教えてもらってねと、非常に友好的に話された人たちもいる。でももちろん七尾さんのおっしゃった通り、そういった感情で日本を見てる人もいる。ただそれはどこかって言ったら中国と韓国、これはなぜでしょうっていうところだと思うんです。いや、それはそれ近い国なので、うん、そうですよね。そう、だからそれは大きいです。親切性っていうのは大きいです。そういう一回だから歴史をお互いの国民が知った上で、うん、そしたらまたちゃんとした関係を作れると思うんだけど、うん、こういう選挙だとかそういう時になるとやっぱ煽るわけですよ、うん、ナショナリズムも、ね、全然ね言ってることが違うんですよ、うん、最初だからそこで同じことが繰り返されてるんで、うん、もっと冷静になる。だから私は、うん、ちょっと立場が違ってて、伊勢さんの立場が違ってて、私は日韓語で良かったと思ってるんですよ。一つのまあ形ができたと思ったんですよね。でそれがまたこんな形でまた振り出しに戻るのは僕は不幸だと、うんうん、
私は思います。国の教育の方針ってものすごく大事で、うん、すごく大事で、国の方針によってそう教育をしてきたわけだから、日本の方針によって教科書に1ページも書かなかったわけですよ。そこにはっきりとした意図があるわけだから、どんな誰の意図って今回こういう問題が起きて、大統領がどうなるのか、罷免されるのか何のか、お隣の国のことだけども、じゃあその国と日本はどういう関係なのかな、うん、いや何十年経っても何百年経ってもこうなんだ、じゃあどっかで修正しなきゃいけないなって動きを少しずつ出していかなきゃいけないんじゃないかと僕は思うんです。それで僕はね、うん、あるテレビ局の番組見てたらば、南京というところで、その向こうの小学生とか中学生とか高校生とか学生がこう見学に来てるんですね。でいろんな記念館がで、日本にとっても忌まわしい思い出もあるんでしょうけれども、でそこから出てきた向こうの高校生ぐらいの女の子に、どうでしたこうでした、ああそう、じゃあお伺いしますが最後の質問です、うん、日本とこれからどうしたらいいですかって聞いたんですよ。でその女の子はね、まあ、その放送局も大したもんだなと思った。1分間、うん、その女の子が答えるまでじーっとカメラ移動させないで撮ってるんです。でその聞かれた女の子は1分間ですよ、長いです、こっちもうーんとなってじーっと見た。で最後に、仲良くしなければいけないと思います、あこれだなと思いましたよ。私皆さん2年前にアメリカのホワイトハウスに招待されたんですよ。その時に日本の女性5人と韓国からの女性5人とセットで10人で招待されたんです、まあ、野田聖子さんとかと一緒に行ったんですけども、それはなぜ日本と韓国の女性が呼ばれたかというと、まあ、非常に女性のねやっぱり地位がまだまだ日韓は低いというので、やっぱり、まあ、アメリカに来て学びなさいみたいな国務省から招待だったんですよ。いろんなところに行かされたんですけど、でも10人でずっと1週間一緒にいて、なぜやっぱり私たちはこうジェンダーギャップが大きいんだろうかってことを、ね、やっぱ話していくうちにものすごく共通のやっぱり理解というかね、うんうん、そういうのが1週間やっぱ 一緒にいて、うん、がっちりねこうなんかアメリカにバカにされてるね私たちと思いながらも、まあ、そこで非常にこう分かり合えたというか、やっぱりどうしたら政治家の女性がもっと増えるかとかね、そういうことをやっぱりすごく1週間話す、それだけやっぱりだいぶ立場が女性ということ同じだということも大きいと思うんですよ。だからやっぱり、まあ、教科書という問題が私非常に大きいと思うんですけども、やっぱりもうちょっと若い人たちの交流とか、まあ、綺麗事かもしれないですけども、うん、いや私は実際に韓国に行ってですね、日本大使館の目の前に従軍慰安婦あるじゃないですか、韓国の日韓合意で本当は提供されるべきものですけども、慰安婦像があるわけですよ。でその慰安婦像を守ってる警察がいるんですね、韓国で。若い方たちなんですよ結構、まあ、年取った方もいますけど、でその慰安婦像を守ってる人たちとお話をしたんですよ。でなんで君はその若、まあ、その普通だったら買い物行くのに袖向こうのとこにいるんだと、慰安婦像の前に、もっとまあ知りたいからどういう気持ちで守ってるんですかとかいろいろ聞いたんですよね。そしたら彼はこういうふうに言ってたんですよ、まあ、英語での会話だったんですけど、安倍総理が靖国参拝したいとか、その気持ちは僕は実は分かるんだよねと、うん、だからこう対話を深めていくとそういうことを言ってくれるんですけども、うん、でもいざ集団になるとこうなるんですよ、うんうん、今回の弾劾のとか決議の、まあ、お祭り騒ぎみたいになっちゃう、その二面性って一つあると思うんですよね、韓国を理解するところで、うんうん、それはその通りで、ただしさっき皆さんがちらっと言いかけて止まったけど、国会でねこう話できないのかと。だから例えば国会議員になっちゃうと南京とか慰安婦のことで、うん、その青山さん発言できなくなるんじゃないかと心配した人もいるぐらい、うん、で僕はどんどん発言しますから、そのうち除名になるかもしれないと思ってますよ、自民党をね、うん、でも本当はその国会っていう誰もが見られる立場で国費をいただいて議員やってるんだったら、皆さんがおっしゃった通り根っこのところをね、うん、もうタブーなしに、テレビもラジオも大事だけど一番大事なのは国会で、うん、そもそも日韓の歴史についてね、うん、公平に韓国からの証人も来てもらってやるっていうことを全くしないでしょ、必ず避けるんですよね、うん、総理も避けるし国会議員も避けますよね、自民党も野党も避けますよね。それで韓国の言うことは言うことでどんどん膨らんでいくわけですよね、選挙のために膨らむっていう実情があるでしょ。これでいくとさっき皆さんが懸念されたようにね、いつまでも若い世代にまでずっとこれ続いていくんですよ、はっきりさせない方がいいと思ってる人もいるんですか、うん、いや圧倒的でしょ、少なくともその青山大郎が選挙近い時に話なんか絶対してくれるなというね、うん、いや青山さんの言ってることはよく分かる、いや青山さんの言ってることはよく分かる、
でそれは他国との関係もそうですけど、じゃあ自国であの第二次大戦を総括できてるんですかという問題もある、うんうん、そうです、できてないんですよ、うん、ね。でそれはね、いろんなところでまだね71年経ってても、ね、まだそのままやっぱりタブーされてやっぱり手つかずで残ってる問題が、うん、ここはね、権限地図とか、さっき独立権限話したけど、うん、それを独立権限あれかと僕は批判だけしてると思うの本当は誤解で、日本は戦争記念館がないんですよ、うん、主要国であれほどの大戦争をやりながら戦争記念館がない国っていうのは日本以外ないんですよ、うん、ということはそれ怠けてるわけです安倍政権も、うん、特に歴代の自民党政権に大きな責任があって、民主党政権は3年間だけですからね。ですよね、はい、3分の2ぐらいはもう日本とのことぐらい、日本との歴史、しかもそのそれは反に基づいた恨みの歴史がわーって綴ってあるのに対して、日本の教科書というのは韓国のことって本当に数行しか書かれてないんですよ。まずこのギャップは大きいんじゃないかっていうことを韓国の同じような年代の子に指摘したことがあったら、その通りだとは言われましたけど、その辺の原因というのははっきりしないと、ですね、今吉木さんがおっしゃったことに直接関連して言うとね、その教科書を持って韓国 その高校生どころか小学校からどこ行くかというとね、ソウルのずっと南の方に独立記念館ってあるんですよ、うん、でソウル市内っていうか国防省の前には戦争記念館があるんですけど、その日本がどうしたこうしたっていうのはその戦争記念館ほとんどなくて、朝鮮戦争のことが中心で、独立記念館ちょっと遠いから日本人ほとんど行かないけど、僕はすごく若い時最初に行ってものすごいショックを受けたのは、ちょっとテレビで言いにくいんだけど、要するにその妊婦の腹を裂いたとかね、そういうのはこう人間で、いや人形で表現されてて、あ私もそれソデムンプリズンですかね、はい、いや、うん、それでそうね、老人形なんか使ったりするから、いやそれがきついよ、ね、それがですね、僕は日本に帰ってたくさん調べたわけです。それで僕の家が武家だったこともあって、戦国時代にそんなことまでやったことはひょっとしたらあるのかなと思った、僕ら知らないじゃないですか、うん、でもそれ実は朝鮮半島とその中国の一部で行われてたんですよ。白紙ですか。お金も返ってこないんですよ。いや10億円日本出したわけですよね。返ってこない返ってこないわけですよ。だから絶対にこの3人は反日をスローガンにして選挙するのは間違いないことじゃないですか、うん、それで日韓合意を継続って言うわけがないと思うんですよ、ね、一番左に映ってたムジェインさんはですね、世論調査で人気1位ということなんですね。で竹島に上陸した対日強硬派ということです、うん、そして一番、画面右ですね、人気急上昇の台風の目と言われるイ・ジェミョンさんも韓国のトランプと言われる、やはり対日強硬派ということです、ね、イさんという方は日本は適正国家だとおっしゃってますからね、うん、もういいんじゃないですか。だから、まあ、でもそう言うならそうしてください。そういうわけにもいかない。そういう国がないじゃないですか。隣の国なんですか。社会がトップになるから決まっちゃう。いやいや、僕ずっと言ってますよ。基本的な一旦突き放した方がいいって。基本的な話なんだけど、話してる基本的な疑問なんだけど、なんで韓国と日本ってのはうまくいかないの。その辺をいろんな理由あると思いますけど、その辺をはっきりしていかないと。僕らの次の世代の若い日本人の方たちはなかなか分かりにくい。私韓国の高校生かなが使っている歴史の教科書を読んだんですよね。で日本 の高校生が使う教科書を比べてみると、明らかに韓国の高校生が使う教科書っていうの方が日本に関するウェイトを占めてるんで、実際にその後韓国にしても中国にしても中華人民共和国にしてもその後独立して、でしかもその中でやっぱりその国をまとめ上げていく中でやっぱり統治者としてやっぱりナショナリズムをやっぱり醸成しながら煽りながら国民を統治していったことは、これは歴史の事実としてあるわけですね。杉尾さんがおっしゃった通りで、そのスドムンプリズンっていうそのまあ独立のもともと日本がまあまあ牢屋として使ってた場所ですね。そこがまあそういうスドムンプリズンと言われていて、まさに老人形とかさっき青山さんがおっしゃったのは置いてあるわけなんですけれども、でそこ全く美濃さんと同じように、なんで韓国ってここまで反日なんだろうと思ってそこを訪ねていったんですよね。そしたら初めてこう肌で理解できたのが、もうこの日本からの独立が韓国からのアイデンティティだっていうことがもう明確に書かれてるわけなんですよ。だから独立の記念日幸福説って、光がもう回復した説っていうのはまさにそういうことです、うん、私韓国に住んでたんですけど小学生の時に、で当時はまだその60代ぐらいの人は日本語が普通に話せる、市場に行ってもこう売っている人と話おいくらですかって日本語が通じる、で私は日本語通じるよって喜んで親に言ってたら、これは日本が征服して武力
でもって彼らの言葉を封じて日本語を覚えさせているんだから喜んでいいものではないっていうことを聞いて、うん、あーって、あの私ちょっと帰国省でいろんな国を転々としていたので、自分の国の言葉を奪われて別の言葉を話すっていうのはすっごい苦痛なんですよ。でももともとハングルってで、それをその日本が悪いことしたってイメージを作るためにも、そのままその自分たちの歴史にあったことが出てきててですね、うん、でそこに小学校時代からずっと行ってて、あれ義務なんですよね、事実上の、うんうん、そしたら日本に対してこうあの仲良く、例えば僕とあのサムゲタンとか食べて仲良く話してても、腹の底ではこいつは本当は妊婦の腹を裂くの人だと思ってるっていうのが、うんうん、とことんまで話したり、あるいは酒飲んだ人が出てくるんですよ。というのはね、これ直さないと関係者ならない、今おっしゃった治るものでしょうね。でも若い人どうしないとかって問題もそうだけど、うん、どこにその原因があるのかっていうのはやっぱり我々は我々の責任において考えなきゃいけないと思うし、そう思います。京都に行ってミミズ科があるよと、何ですかミミズ科って、いや日本がその昔あるところに攻めていって日本は首を取る、で首を持ってくるっていうのが習わしだと、で首は重すぎるから証拠に耳をと、その耳でミミズ科ができるぐらいで、未だにそれが残ってて時々お祭りをやる。やっぱりそういうのも我々は事実を知らないといけないし、考えないと、なかなかこれはやっぱりね、冷静になってみなきゃいけなくて、うん、まあ、あの殴られた側は忘れないっていう言葉がありますけれども、うん、まあ、どちらが殴った殴られたの話以前に、うん、まあ、実際に日本が占領してたことはこれは事実であるし、で、はあ、韓国なんですね、これからね。はい、もう終わったんですね、前のアメリカの話はね。はい、もう憲法の話をしたいなと。韓国なんですけど、韓国のこの方です。この方。これ何？どうなっちゃうの？娘さんは本当に指名手配されるほどの、なんか容疑者としてなら分かるんですけど、指名手配ってちょっと感覚的に理解できないんですけど、どういうことですか？世界中理解できないですよ。ですよね。人権はへったくれもない感じになってきてますよね。もうあの池に落ちた犬の頭は徹底的に叩けっていう文化、奥国柄なんですか、それとも常識で、うん、お国柄なんですか。お国柄って言いたくないけど、うん、あの僕は韓国知り合い多いですけど、やっぱこういう感じですよね。うわ、まあ、過去大統領がみんな不幸ですからね、まあ辞めた後ですから、今回はもう現職だっていうね、また全然大きな問題、慰安婦問題、あれはどうなんですか。お金を出して、いやこれはだから本当に弾劾裁判の行方と、それからその誰が次の大統領になるかによりますけど、少なくとも今3人有力な候補と言われている中で野党系の2人が勝った場合はこれは間違いなく保護にされるでしょう。今ご覧いただいているんですが、野党系の2人というのは、ムン・ジェインさんと、イ・ジェミンさんでよろしいですかね。ムン・ジェインさんは前回出たパン・ギムさんとの国連事務総長で、そうなんですね、あの国連事務総長のパン・ギムさんになっても日韓合意は保護にされます。もともと日韓合意反対ですから、うん、こうなることは気を見れる明らかに保護されるってことは強硬派ということです。そして一番、画面右ですね、人気急上昇の台風の目と言われるイ・ジェミョンさんも韓国のトランプと言われるやはり対日強硬派ということです。イ・ジェミョン、あのイさんという方は日本は適正国家だとおっしゃってますからね、うん、もういいんじゃないですか。だから、まあまあ、そう言うならそうしてください。そういうわけにもいかない。みんなないじゃないですか、隣の国なんですから。社会がトップになるから決まっちゃう。いやいや、僕は言ってますよ。基本的な、一旦突き放した方がいいって、基本的な話なんだけど、あ、まあ、話してる基本的な疑問なんだけど、なんで韓国と日本ってのはうまくいかないの。その辺をいろんな理由あると思いますけど、ね、その辺をはっきりしていかないと僕らの次の世代の若い日本人の方たちはなかなか分かりにくい。私あの韓国の高校生かなんか使っている歴史の教科書を読んだんですよね。で日本 あの高校生が使う教科書を比べてみると、明らかに韓国の高校生が使う教科書っていうの方が日本に関するあのウェイトを占めてるんですよね。3分の2ぐらいはもう日本とのことぐらい、日本との歴史、しかもそのそれは反に基づいた恨みの歴史がわーって綴ってあるのに対して、日本の教科書っていうのは韓国のことって本当に数行しか書かれてないんですよ。まずこのギャップは大きいんじゃないかっていうことを韓国の同じような年代の子に指摘したことがあったら、その通りだとは言われましたけど、その辺の原因というのをはっきりしないと。あのですね、今あの吉木さんがおっしゃったことに直接関連して言うとね、あのその教科書を持ってあの韓国 その高校生どころか小学校からどこ行くかというとね、あのソウルのずっと南の方に独立記念館ってあるんですよ、うん、であのソウル市内っていうか国防省の前には戦争記念館があるんですけど、
その日本がどうしたこうしたっていうのはその戦争記念館ほとんどなくて朝鮮戦争の、はあ、韓国なんですねこれからね、はい、もう終わったんですねアメリカの話からはい、憲法の話をしたいなと韓国のですけど、ね、韓国のこの方です、ね、この方のこれどうなっちゃうの娘さんは、うん、本当に指名手配されるほどのなんか容疑者としてなら分かるんですけどす、ね、指名手配ってちょっと感覚的に理解できないんですけど、うん、どういうことですか世界中理解できないです、うん、ですよね、うん人権はへったくれもない感じになってきてますよねもうあの池に落ちた犬の頭は徹底的に叩けっていう文化奥国柄なんですかそれとも常識で お国柄なんですか国柄って言いたくないけど、うん、あの僕は韓国知り合い多いですけど、やっぱこういう感じですよねうわ、まあ、過去大統領がみんな不幸ですからね、まあ、辞めた後ですから、今回はもう現職だっていうね、また全然大きな問題が慰安婦問題あれはどうなんですか？お金を出していやこれはだから本当に弾劾裁判の行方とそれからその誰が次の大統領になるかによりますけど少なくとも今3人有力な候補と言われている中で野党系の2人が勝った場合はこれは間違いなく保護にされるでしょう、ね、今ご覧いただいているんですが野党系の2人というのはムン・ジェインさんと、イ・ジェミンさんでよろしいですかねムン・ジェインさんは前回出たパン・ギムさんとは国連事務総長ですそうなんですねあの国連事務総長のパン・ギムさんになっても日韓合意は保護にされます、うん、もともと日韓合意反対ですから、うん、こうなることは日を見れる明らかに保護にされるってことは白紙白紙ですかお金も返ってこないんですいや10億円日本出したわけですよね返ってこないわけですよだから絶対にこの3人は反日をスローガンにして選挙するのは間違いないことじゃないですか、うん、それで日韓合意を継続って言うわけがないと思うんですよ、ね、一番左に映ってたムジェインさんはですね世論調査で人気1位ということなんですねで竹島に上陸した対日意識がやっぱり日本の戦後っていうのは見てこなかった面があると思うんですよね一体勢力された側信頼あの植民地された側はどういう思いをするのかいやそれでもそれを知るべきだと反論するわけじゃないんだけどねただしあの日本っていうのは、まあ、あのすごく一時期広げたわけですよ勢力をね広げすぎて負けたんだけどでもその中に台湾があったりねパラがあったりその日本の支配下にあったところはたくさんあるんですよでもその中でそのこのような極端な少なくとも反日になってるのは韓国と中国しかなくてでじゃあその台湾の方々に対する日本軍な日本軍の姿勢とその朝鮮民族に対する姿勢がそんなに違ったのかというと少なくとも違ったっていう証拠は全くないんですよそうですよねで七尾さんがおっしゃったような、うん、すいません七尾さんがおっしゃったような多分それは韓国の方の立場の見方の一つだと思うんですけれども、うん、私実際にパプアニューギニアに行ったんですよねでパプアニューギニアも日本がまあ占領していてその時に学校も韓国にも建ててましたけどもパプアニューギニアも建てたわけですよでパプアニューギニアのもう多分 何歳か自分でも分かってらっしゃらないおばあちゃんとパプアニューギニア語通訳をとして話してたら突然雨雨ふれふれ母さんがじゃあのメドを使って歌われたんですよねあまりにもびっくりして今まで全く通じなかったのに分かったんですよでどうしてって言ったらそれ日本人に教えてもらってねと非常に友好的に話された人たちもいるでももちろん七尾さんのおっしゃった通りそういった感情で日本を見てる人もいるただそれはどこかって言ったら中国と韓国これはなぜでしょうっていうところだと思うんですいやそれはそれ近い国なので、うん、そうですよねそうだからそれは大きいです近接性っていうのは大きいですそういう一回だから歴史をお互いの国民が知った上で、うん、そしたらまたちゃんとした関係を作れると思うんだけど、うん、こういう選挙だとかそういう時になるとやっぱ煽るわけですよ、うん、ナショナリズムもね全然ね言ってることが違うわやっぱりね冷静になってみなきゃいけなくて、うんまあ、あの殴られた側は忘れないっていう言葉がありますけれども、うんまあ、どちらが殴った殴られたの話以前に、まあ、実際に日本が占領してたことはこれは事実であるしで実際にその後韓国にしても中国にしても中華人民共和国にしてもその後独立してでしかもその中でやっぱりその国をまとめ上げていく中でやっぱり統治者としてやっぱりナショナリズムをやっぱり醸成しながら煽りながら国民を統治していったことはこれは歴史の事実としてあるわけですね杉尾さんがおっしゃった通りでそのスドムンプリズンっていうそのまあ独立のもともと日本がまあ牢屋として使ってた場所ですねそこがまあそういったスドムンプリズンと言われていてまさに老人形とかさっき青山さんがおっしゃったのは置いてあるわけなんですけれどもでそこ全く美濃さんと同じようになんで韓国ってここまで反日なんだろうと思ってそこを訪ねていったんですよねそしたら初めてこう肌で理解できたのが
もうこの日本からの独立が韓国からのアイデンティティだっていうことがもう明確に書かれてるわけなんですよ。だから独立の記念日幸福説って光がもう回復した説っていうのはまさにそういうことです、うん、私韓国に住んでたんですけど小学生の時に、で当時はまだその60代ぐらいの日本語が普通に話せる、市場に行ってもこう売っている人と話あのおいくらですかって日本語が通じるって、私は日本語通じるよって喜んで親に言ってたら、あのねこれは日本が征服して武力でもって彼らの言葉を封じて日本語を覚えさせているんだから喜んでいいものではないっていうことを聞いて、うん、あーって、あの私ちょっと帰国省でいろんな国を転々としていたので、自分の国の言葉を奪われて別の言葉を話すっていうのはすっごい苦痛なんですよ。でももともとハングルって韓国人使ってなかったじゃないですか。まあ、ハングルは自分たちの統一のために作ったわけですけど、でもそのことを日本がやっているんだっていう、ことは中心で独立記念館ちょっと遠いから日本人ほとんど行かないけど、僕はすごく若い時最初に行ってものすごいショックを受けたのは、ちょっとテレビで言いにくいんだけど、要するにその妊婦の腹を裂いたとかね、そういうのはこう人間で、いや人形で表現されてて、あ私もソデムンプリズンですかね、はい、いや、うん、それで、そうね、老人形なんか使ったりするから、いやそれが、うん、きついよね、それがですね、僕は日本に帰ってたくさん調べたわけです。それで僕の家が武家だったこともあって、戦国時代にそんなことまでやったことはひょっとしたらあるのかなと思って、僕ら知らないじゃないですか、うん、でもそれ実は朝鮮半島とその中国の一部で行われてたんですよ。でそれをその日本が悪いことしたってイメージを作るためにも、そのままその自分たちの歴史にあったことが出てきててですね、うん、でそこに小学校時代からずっと行ってて、あれ義務なんですよね、事実上の、うんうん、そしたら日本に対してこう仲良く、例えば僕とサムゲタンとか食べて仲良く話してても、腹の底ではこいつは本当は妊婦の腹を裂く人だと思ってるっていうのが、うんうん、とことんまで話したり、あるいは酒飲んだ人が出てくるんですよ。ていうのはね、これ直さないと関係性ならない、今おっしゃったけど、おるものでしょうね。そういう認識が合うのかないのかって問題もそうだけど、うん、どこにその原因があるのかっていうのはやっぱり我々は我々の責任において考えなきゃいけないと思うし、うん、そう思います。京都に行ってミミズ科があるよと、なんですかミミズ科、いや日本がその昔あるところに攻めていって日本は首を取る、で首を持ってくるっていうのが習わしだ、で首は重すぎるから証拠に耳をと、その耳で耳図鑑ができるぐらい、で未だにそれが残ってて時々お祭りをやる。やっぱりそういうのも我々は事実を知らないといけないし、考えないとなかなかこれ